トップギア、トップギアは1977年から現在までイギリス BBC で放映されている自動車番組。イギリス以外にも日本、2015年1月現在、BS 富士で放送中を含む各国でも放送されている。以下の英語版の項目も参照1977年にスタートした長寿番組である。 もともとは単なる自動車情報番組に過ぎなかったが、1988年放送の第20シリーズからジェレミー・クラークソンが番組へ加入して方向性が変わったら国民的な人気を得た。1998年放送の第40シリーズを最後に、ジェレミーが他の分野での経験も積みたいということで番組を降板してからは人気が下火となり、 2001年には番組が一旦終了してしまう。番組の出演者であったティフニー・デルなどは民放局チャンネル後のフィフスギアへ移ってしまう。しかし翌2002年にはジェレミーが再び番組を立ち上げ新たなスタートを切ることとなった。放送は毎週日曜日の午後8時 GMT、GM BST 変更ありからの1時間。一つのシリーズは6回から10回ほどの 連続放送で構成されていて、一つのシリーズの放送終了後は、次シリーズの放送まで数月を要し、この間に次シリーズの収録を行っている。主な内容は、新車情報に加え、番組独自のコースで様々な、スポーツカーに限らない車のラップタイムを比較するコーナーや、自動車を使った実験のコーナー、イギリスの著名人などに、 番組のコースで同じ車を使ってタイムを競ってもらうコーナーなどがある。歯に衣着せぬ率直なレビューが特徴で、低価格者であろうが、高級車であろうが良い点、悪い点両面についてはっきりとコメントする。あまりにも出来の悪い車については、徹底的にこきおろし、買う価値がない。何を考えてこんな車を作ったのか、こんな〇〇を買うよりは、 中古のを買うべきだなどとレビューることもある。実験のコーナーは、実験とはいえ、かなり激しい内容となっている。公共交通機関と、フェラーリ612スカリエットで、スイスのスキーリゾート地までどちらが早く着けるかとい,い、競争や、ヘニング・ソルベルグがドライブする、三菱ランサー WRC とボブスレーの競争、シトル NC1 とリチャード・ハモンドを冷凍庫に入れ、 どちらがより低温に耐えられるかという耐久戦、様々な自動車の実際の安全性を検証するために、番組専属のドライバーが実際に乗った状態で、時速約30マイル、時速約48キロメートルでぶつけたりする実験、等を行ったりした。自動車に限らず様々な人種、宗教、職業に関して、差別的と捉えられかねない非常に過激な発言が多く、 時にはその方針が原因で、メキシコ大使館から抗議が来たこともあるまた、人気の要因となっている、この毒舌レビューが不正な撮影条件に対し訴訟になった例が発生した。テスラロードスターのレビューに関連して、テスラモーターズが視聴者に誤った情を与えたとして、BBC を訴えるという事態にまで発展した。また同様に、日産自動車からも、同様に、日産、 リーフの電気自動車ネタでクレームが来ている。時には番組の内容が行き過ぎることもあり、視聴者から借り受けたジャガーシータイプを撮影に使用した際、遠慮なく乗り回した結果車軸を曲げ、クラッチを破壊した状態でそのまま返却し、オーナーを怒らせてしまったこともある。また、あまりにもひどいデザインの車や安価だが低品質な車の出来を検証した際には、 この車乗り型は一つだけ。覆面を被って乗ることだ。じゃないと、こんなのを買ったことが、近所に知れて恥ずかしいからね。などと酷評し、覆面代わりの紙袋を被ってレビューする。そのような車とされる日産、マイクラ CC などは、街中でのレビュー中に、路肩に乗り捨てられた。特に、トヨタ自動車、レクサス含むは、幾度となく、こきおろされている。例として、 レクサス SC に対して最も醜いデザインと言われた上、世界史上最悪のワーストカーとされてしまった。またイズ F は乗りバケツと酷評している。ジョー・キルファのリチャードによるインプレでも炸裂しているほか、ブランドに対してもかなりきつくこきおろされている。世界戦略者のカローラも没個性なスタイリングを理由に過激な表現の絵実機となった。さらにプリウスには、 ことあるごとにボロクソにけなしており、いまいましいエコボックスと言ったり、玄米や缶誘に例えて、つまらないと言ったりするなどと手厳しい。初代型は五重後継機関銃で、射撃の的にして、文字通りチの巣にしてしまい、二代目はプリウスのスリップストリームを利用する条件の BMWM3 との燃費対決で任して、酷評している。2006年9月20日。 ノースヨークシャー州の空港滑走路での同番組の収録中、リチャードが約時速 480km という英国内の陸上走高速度記録更新のため、ジェットエンジンを搭載した改造車を運転中、右前輪が破裂し、コースアウト後に横転するという事故を起こした。運転していたリチャードは一時渋滞に陥り、番組もしばらく放送が休止となったり、 BBC ニュースの速報でも報じられるなど、英国内で話題となった。2007年1月末に番組が再開し、リチャードは復帰した。番組終盤では、事故の映像が公開され、リチャード自ら瞬間を解説している。番組中、リチャードは、世界中から寄せられた見舞いのメッセージとレスキュー隊、病院関係者へテレビを通じて、感謝の言葉を述べた。 番組外でも、トップギアライブと称した興行を催しており、カースタントショーなどのイベントが行われていた。2014年3月放送のビルマ特集での、ジェレミー・クラークソンの発言が、アジア人を侮別した人種差別的発言であるとして、インド出身の女優ソミグ派が、人種差別問題で有名な弁護団、イール・ジャスティスを代理人として BBC に対して、訴訟を起こした。 2014年10月、パタゴニア特集の撮影終盤に、ジェレミー・クラークソンの車に、フォークランド紛争を連想させる、H982FKL のナンバープレートが付けられていることが、アルゼチン国内で報道され批判を巻き起こす。それにとも内徒と化したアルゼンチン退役軍人の集団に襲撃され、撮影隊は収録許可取り消し、 国外退去を余儀なくされる深刻なトラブルに発展。中英アルゼンチン大使が BBC に正式抗議する事態になる。ボートに襲われるシーンは2014年12月放送の番組内でそのまま放送された。2015年に入り、ジェレミー・クラークソンが同番組のプロデューサーの一人であるオイソン・タイモンに大使暴力を振るった事件が表面化。またそれ以前から、たびたび、 ジェレミーの絶火騒動が問題となっており、2015年3月10日に番組残り3エピソードの放映中止とジェレミーの一時降板が発表された。3月25日にジェレミーの番組降板が決定した。それに引き続いてリチャード・ハモンド、ジェームズ・メイの2人も BBC から契約を解除され降板した。さらに同年4月にはチーフプロデューサーのアンディ・ウィルマンも BBC を退職している。これに伴い、従来、トップギアライブの名称で開催されていたライブイベントは、クラークソン、ハモンドメイライブと名称を変更して行われる。収録済みながら未放送だったロケ企画については、同年6月28日に75部のスペシャルとして放送されたが、同放送ではスタジオに観客を入れず、ジェームズとリチャードの二人で番組を進行。 エンディングテーマも放送されないという異例の形となった。なおジェレミーら旧司会社人は2015年7月に Amazon.com と契約し、プライム会員向けの新しい番組を制作、配信することを発表した。契約は2016年から3シーズン分で、ウィルマンのプロデューサーでの起用も決定している。BBC では司会者を一新した形で2016年より、 シリーズを再開する方針を明らかにしている。2015年6月には、新司会者として、イギリスで人気の高いを起用することが発表された。エヴァンス以外の司会者についてはオーディションで選ぶとされ、最終的に2016年2月、マットル・ブランク、エディ・ジョーダン、サビーネ・シュミッツらの加入が発表された。またスピンオフとして、新たに、エクストラギアが、 BBC3 で30分番組として放送され、こちらは、ロリー・リードとクリス・ハリスの二人がホストを務める。2016年5月29日より、新シリーズがスタートしたが、評判はかんばしくなく、英国内のブックメーカーでは、早速、番組自体の打ち切り、エヴァンスの降板といった賭けが始まるほど、実際エヴァンスとルブランクの中も険悪になっていたと、伝えられている。 結局シリーズ最終回7月3日の放送終了後、エヴァンスがわずか1シリーズで番組を降板する意向を明らかにた。2017年3月より放送された第24シリーズでは、クリス・ハリスとロリー・リードがレギュラーに昇格。ルブランクとトリオを組み、第22シリーズ以前に近い番組スタイルに戻されたサーネ・シュミッツとエディ・ジョーダンは準レギュラーとなった。 この形が第26シリーズ2019年2から3月に放送まで続けられたが同シリーズを最後にルブランクが降板しさらにロリーリードも準レギュラーに降格することになったその第27シリーズ2019年6から7月に放送ではコメディアンのパディ・マクギネスクリケット選手のフレディ・フリントフが新たにレギュラーに加わり 残留となるクリス・ハリスとのトリオで司会を務めることになる。以下は2015年までのものの過去2回外国の番組と対決企画を行っている。上記以外にも単発で多数の企画がある。トップギアはオールマンブラザーズバンドのヒット曲ジェシカをテーマ曲に使い続けてきた。初期の番組ではオールマンブラザーズによる原曲の一部をそのまま使っていた後に カバー版を使用するようになった。過去には、エルトン・ジョンのアウト・オブ・ザ・ブルーをエンディング曲として使用していたことも、ある。シリーズ6エピソード11において、ジェームズは、テーマ曲をエンジン音のサンプリングによって再現し、その回のエンディング曲として用いた。なお、テーマ曲ではないが特攻野郎 A チームのオープニングが、しばしば BGM に使われる。番組初期には、 常識的なレビューだったが、リニューアル後には、歴史の項で記した実験的企画のようなものが多くなった。このように変わったものが多いのだが、飛行場に設置されているトップニア、テストトラックを使った走行テストや、一般道での試乗など、ごく常識的な評論もあるが、試乗中に、毒舌のジョークを言うのが定番となっている。また車の性能だけでなく乗っている人間やメーカーに、 対するイメージにも毒舌が発揮される。日曜日の夜に BBC2 上で初回が放送され、木曜日の午後に再放送されている。BBC2 の番組では断突の人気を誇る。それ以上の再放送、再編集版はユドブピープルで見ることができる。また DVD やブルーレイも各コーナーやスペシャルごとに発売されている。日本では BBC ワールドの放送開始以来30分間の再編集版同時通訳を専門番組として放送を行っていた。2007年1月から3月にかけてトップギアスペシャルと大四角の総集を放送したのが当チャンネルでの最後のトップギアの放送となった。また、がトップギアエクストラ日本語字幕付きとして1時間の専門番組を放送していたが、 BBC ジャパン自体が閉局してしまった。なお、BBC ジャパン最後のプログラムが当番組であった。2008年4月より、有料放送のチャンネル銀河において1時間枠、日本語字幕付きで放送が始まった。2005年に放送されたシリーズ6とシリーズ7、その総集編という構成で、全20回の放送。前述のヤフー動画と内容は、ほぼ同一である。 その後2009年1月よりシリーズ8、9を2006、2007として放送し、2010年1月からはシリーズ10、11を2007、2008として放送。2011年2月からはシリーズ12を放送。2011年から2012年で放送終了の模様を2010年4月2日から BS 富士で放送が開始された。 放送時間は毎週日曜23時翌0時、それに先立ち3月14日に2007年7月放送のポーラスペシャル、北極スペシャルの回が放送された。イギリスでの放送から数年経過後の放送、BBC による海外向け販売番組用の再編集が行われているであるためニュースコーナーは基本的にカットされている。また CM なしの1時間番組を CM ありの1時間で放送しているため、スピードラップや有名人レースなどのコーナーなど細部がカットされる場合が多い。2015年10月4日のシリーズ22から7、22から8の連続放送をもって、レギュラー放送が終了した。エピソードは、BS 富士では初放送となる過去エピソードから開始し、シリーズ18以降は過去エピソードの放送を中断し、 最新エピソードを本国から1から2ヶ月遅れで放送している。2014年2月にシリーズ1を除く過去エピソードの放送が完了した。放送リストは2010年10月3日より放送時間が毎週日曜、毎週土曜深夜0時1時に同。しばらく再放送はなくなっていたが、2011年1月16日分からは月曜日、日曜日、 深夜3時から再放送が再開さた。2011年10月1日より放送時間が毎週土曜23時30分翌0時30分に移動。2012年4月8日より放送時間が毎週日曜、毎週土曜深夜1時2時に移動。2013年4月1日より放送時間が毎週月曜23時翌0時に移動。 2014年10月より毎週日曜23時へ移動。2015年4月より毎週日曜23時30分へ移動。2015年10月4日放送終了。その後再放送を挟んで、2017年3月6日よりシリーズ23の放送が開始。当初は月曜2時からの放送だったが、4月からは1時30分からに繰り上がる。 2007年1月24日より、ヤフージャパンのヤフー動画にて2005年に、イギリスで放送された第6シリーズと第7シリーズが、ストリーミング配信された。これはイギリスで放送されていた番組とほぼ、同一であるが、日本語字幕が付加され、前日の、スター・イン・エーリーザナブリー、プライスト・カーのコーナーと、各種応募先の告知がカットされていた。しかし、 第7シリーズのロック歌手ジャスティン・ホーキンスのラップタイム収録とともに同コーナーも Yahoo 動画版に収録されるようになった。また、2008年3月31日から4月27日までグランツーリスモ5プロローグ内の GTTV において第6シリーズのエピソード1が配信された。引き続き5月2日から5月29日までは同エピソード2が配信されている。 これらはすべて日本語字幕付きである。その後有料配信となり、2009年1月30日までは、第6シリーズ全11エピソードエピソード3を除く10本を、その後2009年7月31日までは、第10シリーズ全10エピソード中、エピソード4を除く9本を、2009年12月末までは、第11シリーズ全6本を1本あたり300円。 二十八日の視聴期限付きという条件で配信していた。2012年2月18日より、Hulu にて配信開始。2012年8月24日にニコニコ動画に解説された BBC のチャンネルにていくつかの放送が有料視聴できる。以前は BBC ワールドニュースにておおよそ30分から35分超の再編集版を放送していた。 ただし冬季オリンピックスペシャルについては、毎少時のニュースを10分程度伝えた後、約50分の番として放送されている。放送については、平日を含めて1エピソードを週数回放送していた後、週末のみの放送に変更になっている。日本向けの放送にあたっては、ロンドンのスタッフによる日本語同時通訳が付けられて放送された。 北米向けは放送権の都合により放送されず、別番組に差し替えられていた。2011年1月に、同チャンネルでの放送は休止されその後終了の模様。オーストラリアのテレビ局スペシャルブロードキャスティング、サービスでは2005年12月から自国内で始まる、トップギアの放送権を獲得し、独自の再編集版を放送している。また、 オーストラリア独自制作のトップギアオーストラリアをイギリス版に引き続き SBS にて放送中。オーストラリア版トップギアはイギリス版本家トップギアの第16シリーズエピソードに出演した。アメリカではディスカバリーチャンネルが放送していたが未放送の期間を経て現在は BBC アメリカで放送されている。カナダの視聴者向けに BBC カナダは 本国イギリスの BBC 通常で放送しているオリジナル版をまもなく放送予定であると発表した。また、2008年にアメリカの放送局 NBC が BBC ワールドワイドの協力を得て制作されるアメリカ版を放送予定だったが、歴史、ドキュメンタリー専門チャンネルのヒストリーに放送局を移すことになり、2010年11月に 最初のエピソードが放送された。ただし、ヒストリーの日本版にあたるヒストリーチャンネルでの放送はされず、日本ではナショナルジオグラフィックチャンネルで放送される。アメリカ版であるトップギア USA のホストの一人は、本国版のシーズン22にゲスト出演している。ロシアでもトップギアは有名チャンネルで放送されている。また、この壺では、 BBC ワールドワイド監修の下、ロシアフォーマットのロシア版トップギアが制作された。2009年放送ロシア版トップギアのメイン MC にはロバンザ・ウィーケスト・リンクを務めた人気司会者が起用された。オーストラリア版同様、スティグも登場。有名人レースやニュースコーナー、クールボール等番組の人気コーナーまでそのまま踏襲している。 春と秋に分けて15回分のエピソードが放送され、番組は終了した。ケーブルテレビ局の XTM で本国版が放送されている。また、XTM ではオーストラリア等に引き続き、BBC ワールドワイド監修の元韓国フォーマットのトップギアコリアを制作、2011年。現在は第6シーズンまで放送されており、XTM のトップ番組となっている。 トップギアスペシャルの一つ、トップギアの三賢者で、三人はシリアからイスラエルに入国することを考えたが、シリア経由でのイスラエル入国は禁止されている。滞在がニュースなどでバレても入国禁止になることが分かったが、シリアなんかでトップギアが放映されているわけないと三人は楽観的にシリアの繁華街に乗り込んだところ、地元の住民に囲まれ、トップギアの撮影へ。 写真撮っていいと住民は皆、携帯カメラで3人を撮り、ジェームズに至っては、世界一を遅い男だ。よく来てくれたねと言われる始末だった。このように、シリアでは何らかの形でのトップギアの放映、または DVD の販売、インターネット閲覧など、どのような形で国民に知られているかは不明だが、トップギア認知度は十分あるということが判明した。 YouTube のトップギア公式チャンネルにおいて過去の放送文がコーナーごとに公開されており誰でも自由に視聴することが可能である。またメイキング映像も公開されている。DVD は日本では2010年7月26日にサンプロス三栄書房の子会社からトップギアザチャランジェスイッチが発売9月25日に第2巻11月27日に 第3巻が発売されている。いずれもテレビ放送同様の日本語字幕版でチャンネル銀河や BS 富士で放送されているものと内容はほぼ同じであるパッケージには BS 富士のロゴが BBC のロゴと並んで記載されていい。第1巻は第7.8シリーズ、第2巻は第10シリーズ、第3巻は第10から12シリーズのチャレンジを収録している。 2011年4月22日に第4巻、10月17日に第5巻が発売。2013年8月より BS 富士での放送時にはカットされた映像も収録したシリーズボックスのリリースが開始された。2013年8月にシリーズ19、2014年4月にシリーズ20が発売。2014年2月より クレートアドベンチャーシリーズのリリースが開始された。テレビ番組トップギアから派生したメディアとして自動車雑誌トップギアトップギアがある。1993年10月に英国放送協会 BBC の子会社である BBC ワールド社から発刊され、現在ではイギリスで最大の発行部数を持つ総合自動車雑誌となっている。刊行は月刊であり、 一冊定価は3.95ポンド、総漢字から2010年3月現在まで。しばしば DVD や CD、玩具といった付録と共に販売されることでも知られる。また、ライセンス供与による同盟の姉妹誌が中国、韓国、シンガポールを含む世界10カ国以上で刊行されている。トップギアマガジン2013年1月31日発売以降で、 ジェレミー・クラークソンが今まで運転した中で最高の車はレクサス・ルーファだと告白した。毎年その年のベストカーを選出している。毎年その年のベストスーパーカーも選出している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。